今回は鳥取県米子市で柿を栽培している生産者を訪ねました前田義則さん76歳長年兼業農家として梨、柿を栽培してきましたが16年前に会社を退職して専業農家の道へ現在は妻の敏子さんと梨5品種、柿2品種をリレー栽培しています大きい柿が実ってますけども <えっ S 2> 品種は何ですか これはね、北労牡蠣と言ってね、鳥取県が育成育てた牡蠣なんです。今育てて何年目ぐらいですか？今年で九年目になります。九年目ってなると、牡、ま、蠣、あ、としては新しい方。新しいですね。今年の出来はどうですか？七月八月天気が良かったもので、糖度も非常に高く美味しい牡蠣に仕上がっています。 今年も良い出来という鬼太郎の収穫体験をさせていただきました。取れましたああ、おお、切りやすい。ああ。やっぱり。手に持ってみると、より大きさが。わかりますね。ちょっとふっくら丸みを。帯びてる形ですけども。はい、ずっしりしてますよ。え、鬼太郎柿。はい、じゃ、どんな特徴があるんですか。まあ、普通の柿よりも糖度が高い。十三度から十七度ぐらい。 ありまして、肉質が少し柔らかくてジューシーな感じで、うん、皆さんにあの食べていただいて、うん、秋を感じて楽しんでいただきたいなと思ってます鳥取県西部で栽培されている鬼太郎は10月下旬までで収穫・出荷が続くそうです。来週は前田さんの柿栽培のこだわりについてお伝えします。